どうもコッピーです。というわけで今回はハロウィンネイルを使っていきたいと思います。あのさ、みんな聞いて、俺さこのキャラ素引きしたんだよ。やばくない？しかも一発で。あのね、俺今回さ別にハロウィンガチャそんな引く気なかったんだよ。だってあんまし強いキャラいないから。まあ強いて言うならちょっとね、ハロウィンソニアグランドね、やっぱ武器が欲しかったんで、まあちょっとそれ交換して終わろうかなって思ったけど、いやでも一応ちょっとワンチャンにかけてガチャ引いてみようかなみたいな、まあそれで出たらいいなぐらいのね、まあそんなノリで引いたんですよ。うん、記念にね一回だけ。そしたらさね、ダイヤ卵出ました、よし。で演出入る、おっこれまさか。でネレが出る、はっ。まあこういう流れです。そうだからね、俺別に本来さこのキャラ使うつもりなかったんだよね。うん、どうせ手に入らないだろうと思ってたから。あ、一応素引きした証拠見せよっか。ほら俺ハロウィンネレガチャ買ってないからね、ちゃんと引いたんですよ僕普通に。でまあこの人のね、まあこのキャラの性能についてなんですけど、まあちょっと性能置いといてね、もうまずこの人はね、もうイラストが最強です。はい、もうこれはねやっぱりどうしてもね、やっぱ欲しいっていう人は、まあ僕みたいにね、あのガチャからね当てるか、まあもしくはね、あの確定ガチャ買いましょう。でリーダースキルね、さてどんないたずらしようかな。その足でちょっと僕の顔面切ってください。でまあこのキャラのね性能なんですけど、まあ正直ね、俺ちょっと性能発表された時はね、なんかあんまパッとしない性能だなってちょっと思ってたんだよね。そう、ただでもよくよく見てみたら、これもしかしたら結構やるんじゃねえかなみたいな、あれだよ、夏ガチャのさマリエルと同じ反応だわマジで。そうマリエルもさ性能発表された時こそなんか別にそこまでじゃねえみたいな感じだったけどさ、現状めっちゃ今使ってんじゃん、あの進化後の方ね。だからやっぱそういう類なのかなってちょっとね思ってるんでね、もしかしたら将来性はねあるかもしれません。でまあね、この人の性能なんだけど、まあ覚醒はいいでしょ。まあ覚醒は普通になんかシンプルって感じですね。うん、普通って感じ。でやっぱスキルですよね。スキルがね4ターンで一旦左端1列を操作負荷にしてダメージ吸収、属性吸収が打てるっていう、まあそういう感じですわ。まあちょっとマリエルより一旦重いんですけど、どうなんですかねこれ。うん、マリエルって別にデメリットってね、自分の攻撃下がるだけでさ、あいつって操作延長もできるから、なんかそれに比べるとまあなんかターン数もねちょっと重いし、まあ重いっつっても4ターンだけどね。どうなんすかね操作負荷って。でもね、俺ちょっとさこの操作負荷のねあれでちょっと気になったのがさ、これって敵のギミック上書きできんのかなっていう、俺まださその仕様知らないんだよ。だからちょっとそれはね確かめるっていう意味でもね、まあちょっとこのスキル、まあ要注目ですわ。はい、であとはそうですね、この人ね76リーダーなんで、まあ76リーダーチェーンする場合はなんかはねすごい便利ですね、このキャラいると。さあというわけで今回はこの編成で、戦術いきます。はい、というわけでまずリーダーネレが 10C 上限解放チェーン2つのユースタスキットの武器です。そしてゴーストリングが、雲操作負荷回復の 10C の、エレメンの武器ですね。そしてクロロがチェーン4つドラゴンキラーの強力武器で、ニースがスキブ上限 HP 強化の、エンジェルストランペットの武器です。そしてブラックバルがチェーン4つ神キラーの10連、そして相方がチェーン4つ神キラーのマグニート武器です。さあ行きましょう。そうマジで操作負荷のね仕様俺まだね知らないんだよ。まあ多分上書きできるんだろうね、おそらく。なんかあるじゃん、操作負荷以外にもさ、なんか場面雲にするやつとかいるじゃん。俺まだねそれもねちょっと使ったことないかわからんわ、どうなるんかが。ねここはねまずまあ一旦これ適当に打ってで、これですね。はい、クロロで、威嚇があと一旦ね、 OK。 じゃあ一旦ここはじゃあまあ耐えますか。まあちょっとネネさんね、リーダースキル結構倍率すごい高いんだけど、まあさすがに HP4 倍だけなんでね、耐久が。まあやっぱりリーダーチェーンさせるのがまあ普通になるかな。で、そう、今回のパーティーね、クロロじゃなくてブラックバードにリーダーチェーンします。まあやっぱさ、せっかくね、ブラックバード強化されたんだから、まあやっぱそこはリーダーフレね、ブラックバードにするべきかなとね、思いまして、まあ今回はこういう編成にしてます。まあこういったね威嚇かけたんでちょっと待ちましょうか。オッケー、じゃあまあここももう一旦適当に殴って次ですね。次ブラックバロが溜まるはずなんでそれ使っていきましょう。オッケー。
まあでもどうだろう、76でまあダメージ属性吸収でしょ。やっぱライバルになってくるのがあれだよね、パイモンだよね。どうなんかね、まあパイモンってスキブ多いし、まあ闇タコいっぱいあって火力出せるしで結構強いんだけど、ただその分さ封印とかバインド持ってなかったら結構ねパーティー組む上で意外と足引っ張ってる存在なんだよ。ただネレはさね、そんなことないじゃん、覚醒も普通になんかまあ純粋に強いみたいな感じだし、まあその辺のね差がどうかっていうのもねやっぱ今回見ていきたいと思います。いやでも俺多分ネレの方が強いんじゃないかな、どうだろう。 OK、まあ、ここは普通に倒して、いやなんせねやっぱ4ターンで属性ダメージ吸収打てますから、うん、やばいよこれ普通に。 OK、 でここはまあ普通にねブラックバール使って無効貫通やります。いや無効貫通になってないですね。はい、突撃しました。なんかコンボ数、コンボ現象ね。OKOKOK。うん。で、まあ、ここは普通に、待ってよ。まあいいわ。うん。ここはとりあえず倒すんだけど、ちょ、待ってね。クロロの、ちょっと今回の編成は、あれですわ。ね、僕が、この前ね、ブラックバードクロロの編成使った時は、HP がね、10万ぐらいあったと思うんですけど、今回ね、そんなに持ってないんで、ちょっとね、これ、貯めないといけないっすわ。うん。これ、貯めんといけん。まあ、なんでちょっと次の回で若干の耐久をします。てか今さ火力見た、みんなやばくない？おいやばいだろマジで。やっぱブラックバードね倍率上がったからね、やばいよなこれマジで。うん、まあちょっとこれはねクロロ貯めましょうか。ちょっと、おい、これやべえだろ、おい。これ、やばくない？これやばくない？これ大丈夫？これなんか、まずいことした気がするんだけど、ちょっと待て。え？次の回さ、だって、いや、でも足りるか、さすがに。あいつなんか閉鎖とかしてくれるよな。ていうか待って。せっかくならさ、ちょっとここで使おうぜ、これ、ねれ。お前、あれやってくるよな。これ使おうや、これ使おうぜ。これ使うわ、今から。これ、上書きすんのか？するんだ。まあ、確かにそうだよな。当たり前だよね。だったらさ、これ別にさ、操作負荷って別にデメリットってわけでもないよね、正直。うん、ちょっとここはもう、一旦ね、ちょっと覚醒無効食らってるんで、一旦待ちますけど。やっぱ、するんだ。へぇ。ちょっと待ってね。まあ、いずれにしろ、ちょっとここ、雲操作火力使いたいんで、一旦これ使って、追い打ち。追い打ちやります。ちょっと待ってね。ここあんまコモ数組みすぎたらダメだよね。ここで半分いっちゃうとさ、こいつがヘイストしても、距離たまんないから、ここ待つしかないよね。うん。一旦ここあえてコモ数減らします。うん、まあ一旦こんだけにしといて、でここでわざと吸収引っかかって、あら残念だわとか言ってくるんで、もう一回チャンスもらってここでいきますか。そう、ここでだから改めてまあ追い打ちを組んでいくと、まあこれでいいかな。 OK、 よし、うん、これで距離溜まるよね。大丈夫ね。OK。いここでヘイストもらって、で、これ使うと。ちょっとね、これがないと今回のパーティーダメなんで、しょうがないっすわ、これは。少し黙れ。よし。まあ、もうここはいいでしょう。ね。いやー、でもね、ちょっと、この操作負荷スキルのちょっと何だろう、仕様というかそういうのを学べたから、オッケーオッケーオッケー、いいよ、学んでけ、知識蓄えてけ。うん、よし、
まあもうちょっとそれが知れただけでももう俺も正直もうどうでもいいや。もうこのまま動画終わろうかな。うん、OK、 じゃあまあここは普通にもう倒します。いやでもさやっぱ火力すごくないこのパーティー。やっと実感できた。もう前回さブラックバードクロロだったからさ、正直あんまし倍率の上昇なんかあんまそこまで感じてなかったけどね。やっぱこうやってさリラフレブラックバードにするとやっぱわかるわ。わかる、それめっちゃわかる。火力めっちゃ上がってるこれ。うん、これマジ強くなったわ本当に。で6回です。そうお前が来るとさこの距離の軽減が無駄なんだよ。だからおめえマジで嫌いなんだ。おめえみたいな人間マジで嫌いだ。でまあこいつに関してはどうだろう、なんかワンパンできる気もするけど、まあ一旦ここは適当にまあエンハーとかかけずに殴っていくと。なるほどね、エンハーなしだとそんなもんか。まあだったらこれは大丈夫だ。まあ普通に、まあ適当にこの辺消して、で、まあここで倒すと。そう、だから、ここでね、もう一回クロロの強力武器を、まあ溜め直さないといけないんですね。それがめんどくさいんですよ。ちょっと待ってね。あ、やばい、コンボ数が。あ、まあ大丈夫か。まあここは盤面12コンボ以上で多分、コンボ数足りるんで。これしっかり10項目んで倒しましょう。いやーでもいい火力出してる。てかちょっとそろそろ吸収の敵出てほしいな。ここはまだ違うか。だからさここもさあ雲か、うん、そうだよね。だからここもさあの操作負荷のギミックが来たらね、あのネレのスキルを使えばいいってことよね。これはそういうことよね。ね、だから、ここは追い打ち組んで、ちょっと待ってね。うん、なんか、ようわからんコンボだけど、まあ。あ、お前何やってくる？なんか変なことすんなよ。え？ありがとう。え？あざーす。おぞーす。おぞーす。何こいつ。何やお前。アホか。いや。お前そんなやったらよ、お前、もう、クロロのスキルダメとかしなくて済むや。まあなんかようわかりませんけどね、なんかヘイストもらえたんで。もうこれスキルダメせんくていいやん。もう楽やん、俺。うん。しかもね、このゴーストリングのさ、エレメイ武器も貯めたかったからさ、お前神かよ。なあ。ね、じゃあ、ここはまあニース使いますか。ニース使って、まあ適当にやり過ごして倒しましょう。よーし、オッケー。で、そう、あのね、ここでまた、多分ネレが溜まり直すはずなんですよ。うん、やっぱ短いスパンで吸収打てるとね、やっぱいいよね、こういうところで。で、確か次あれでしょ？ダメージ吸収いるよね、確かね。まあだからそいつらにこれを使えばいいっていうね。話なわけですよ。まあでも正直どうだろう？別にここまだ使わなくていいかな。ね。一応さ、この次もさ、上杉謙信来たらさ、吸収やってくるじゃん。こいつね、なんかうまいことね、軽く調整したらね、ダメージ吸収、かいくぐって、倒せるはずなんだよね。だからちょっと待ってよ。まあ、闇は3セットぐらいにしといて、こんなもんでどうすか？あ、待って、やばい！ちょ、お前耐えろ、やばい！いや、距離使いませんだ！ダメ！あぶねえ！あぶねえ！お前さ、ヒヤヒヤさせんなよ。ごめん、俺が悪いわ。俺が悪いわ。怖い。
まあこんなもんでいいでしょう。いやー、本当申し訳ない、マジでね、もうちょっとこんなしょうもない負け方本当にダメだからやめよ。 OK、 そう、ここで上杉が、あ、来ないんだ。 OK、 まあでも銀蝶とかもね、あの闇属性吸収やってくるから、まあそこで取っとくっていうのはありだよね。 OK、 だまあこいつはねもう普通に倒します。いや若干やばいな、俺若干の数がめっちゃやばい。待ってね。まあ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 、オッケーオッケーオッケー。これはワンパンできるかな？ああ、できるね。オッケー。よし。さあ、11回です。ああ、待って、向こう部色がない。向こう分色がねえし、ちょっと待って、お前の陣はさ、だよな、やばいな、これ。え？これやばくね？おい、これ積んでねえか？なあ。え、マジで？これ使うしかないじゃん。おいおいおい、マジかよ。おい、マジかよ。ちょっと待って。やべえ、お前のことも眼中いなかった。ちょっと待って待って待って、これまずいな、これまずいね。おい、これ陽気引きたら終わりじゃねえかよなあ。え、いや待って、お前が来るんだったら話変わる。いやマジか。おい、罪ポイントあんのかよこのパーティー。え、なんかその事実に俺はがっかりした。うわ、マジか、ねね徳川、楊貴妃の組み合わせだったらこれやばかったね。とりあえずこれでいいか。ちょっとこいつ闇半減張ってるんだよな。闇半減張ってるから、ワンパン。いや、ワンパンできる。最強や。で、お前かよ。なんかさ、動画外だとやたらさ、陽気引くのにさ、動画になるとあいつ急に来なくなるんだよ。なんで？なぜ？まあいいけど。じゃあ、まあ、こいつは普通に無効感組んで、おしまいだな。まあ、ゴーストリングを使っとくか。OK。まあゴーストリングのドーピングさせたらさすがにいけるやろ。よし、でボス前です。ここは、ちょっと待って、お前盤面戻してこなかったっけ、やばくねなあ。いやそうだよな、だと思った。まあまあいっか。ちょっと待ってよ。そしたら、まあ、とりあえず組んで、いや、若干多くね？まあ、でも、どの位置こいつ闇半減張ってるから多分ワンパンはできないでしょう。このパーティーだったら。うん、いや、オッケーオッケーオッケー。もう全然ツーパンでやるんで。はい。お前何？ 8 コンボ現象？いや、ロックは大丈夫よ。で、向こう張ってくるよな。まあ、ここはゴーストリングからの、うわぁ、8コンボ現象、マジかよ。ちょっとこれ、多少落ち込ん必要じゃねこれ。だとしたら。いやぁ、これ落ち込んいるよなぁ。ちょっと、何コンボいる？ 1 コンボ、1コンボ。よし、ナイス。いやぁ、倒せる？オッケー、よっしゃ、よくやった。さあ、まあ、ボスまで来たらね、もういけるっしょ、さすがに。うん、さすがにな。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。いやー、まあ、ここまで来たらもう勝てますよ。まあ、ちょっと正直どうだろう。ちょっとあんましダメージ吸収の輩が来てくんなかったんだけど、まあ、
そうだな。まあでもやっぱり操作負荷のギミックが上書きできるっていうね、あのその仕様をね知ったっていうのはやっぱ大きな発見ですよ。あ、しかもなんならさ、こいつはあれじゃん、ここであれやってくるじゃん、ダメージ吸収、ここでさまたね活躍できるじゃん。まあそういうことですね、要はね。うん、そういうこと、そういうこと。そう、ここでネレのスキルが生きてくるわけですよ。まあとはいえちょっとここはまだ盤面そんな、まああれだし、まあここならいいかな。一旦ここはね、弱化を消していくという時間。さて、じゃあもう一旦適当にやり過ごして、でここだな、ここでこれと、まあネレ使いますか。はい、まあゴーストにも行こう。うん、オッケー、よし。で、距離も溜まってるんで、まあこれ多分大丈夫でしょう。ただニースのスキルがあと5か、ちょっとこれボスを結構早めに半分まで削らんとめんどくせえことになるな。うん、まあ4体以内にボスを半分まで削って、まああとはもう普通にね倒していくと。まあもうここまで来たら勝てるでしょ、さすがに。いいね。まあでもやっぱネリのスキルやっぱ戦時で輝くね、これね。うん、非常にいいと思います。 OK、 じゃあまあ多分これで半分までいくでしょう。はい、 OK。 うん、まあそしたらこいつがね、消せない。あ、そう、このパーティーね、こいつのねこの半分の攻撃めっちゃくちゃギリ耐えてます。見てね、ほらほらほら、やばい、210ですよ、20ですよ、20。あ、やべ、いや大丈夫か、ごめん、今俺完全にさニースとブラックバーのあのスキル使う呪文ほんまに間違えた。これさ今さ、おい、これ今回復の弱化ドロップさ2個以上あったらやばくなかった？もうごめん、俺本当にさこういうしょうもないミスばっかするの許して。それもね俺のそういう人柄というかなんかそういうあれなんですよ、ごめんなさい。 OK、 まあ多分これは大丈夫です。はい、いやだからさこういうところもさね、もうこれでまあ、ちょっとでも減らしていくと、うん、まああんま意味はないけど、あんま意味はないけど、まあこれでね操作負荷上書きができるわけですね。 OK、 まあじゃあもうここはねもう普通に、じゃあ最後、はい、さあしっかりね闇をセット組んでね倒していきましょう。いやーでもいいんじゃないですか。まあスキルがねやっぱり先住特化というか、まあうん、結構ね使えますよねこれ。まあどうだろう、これ本当にマリエルと同じでもしかしたら今後輝く可能性はねやっぱ全然ありますよ。まあやっぱねつい最近ブラックバルを強化されてさまたねまあ強くなったし、いいんじゃないですか。まあ最悪ねその性能置いといてね、まああのイラストがね最強なんで、まあそういうねあの理由でまああの交換できれば、まあガチャからね当てたり、あとはまあ3600円でしたっけ、まあそれをね購入されてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで皆さん、ハロウィンネルの本当のいたずらは交換できないことです。お気をつけください。以上。